こっちも。はい。オッケーです。よいしょ。ちょっと待ってね、マジで設定枠だわ。設定枠ですね。あ、じゃあ、うちは設定を巻く枠ですね。設定を待つ枠、ごめんね。設定を待つ枠。いや、全然大丈夫ですよ。いやいや、こちらこそあれですよ、だいぶ前から遊ぼうって言われてたのに、こっちが、あれですもん、しばらく起動できなくて、謎でしたもん。何なんですかね、スチームってそういう、なんか、よくわからんくなるもんなんですかね。わかんない。ちょっと待ってね。はいはい。ね、これってもう何、声入ってるんだよね、全部に。入ってますよ。なんか割とあれですね、なんか人の枠にも入ってるって考えたらちょっと恥ずかしいね。そうですね。いや、なんか、繋いでって言われちゃった。どうしよう。ここで、じゃあ、どうしようかな。滑らない話とかあればいいんですけどね。何か、トッシーさんが。そんなネタないけど。いや、トッシーさんは今頑張ってはるから、私が、私がですね、私がですね、はい。ボールペンの話なんか今お題を振られたんですけど、ボールペンの話って書いてあって。何それ、ボールペンの話って。あ、じゃあわかりました。ですね。昔ですね、私小学生の頃から塾に通ってたんですけど、はい。手汗を書くんですよ。手汗です。めっちゃガリガリ勉強してるときに。はいはい。めっちゃ熱意を持って勉強してたので、手汗がすごくて、ね。はい。ペンを持ってる時に。で、たまに乾かさなきゃいけないんですよ、手を。もう手を乾かさなきゃいけなくて、すごいパタパタしてたんですよ、塾の授業中に。はい。パタパタ。そしたら、なぜかいつの間にかですね、あ、なんか今考えたらおかしな話、あ、ちょっとやめましょう、この話。なんじゃそりゃー。なんかその時のあらなかなんか、その、パタパタする様がなんかすごい暴走してるように見えたらしくて、一人で。なんか暴走半島っていうあだ名をつけられたことがあるんですよ。どういうこと？ちょっと意味わかんないですよね。ちょっと意味わかんないですよね。ちょっと今自分でこれ話そうと思って、あ、途中でこれ暴走半島意味わかんねえオチだわって思って。やめようかと思ったんですけど。意味わかんない。あ、雑談しながら待ってる間にビンゴしませんか、だって。ああ、いい考えですね。バクトリさんが開いたのに入ると、なんか いっぱいコインくれるから、はいはい。バクトリさんのやつに入ろうぜ。あ、本当ですか？じゃあこっちでビンゴ開催することって感じでいいですか？入ろうぜ、入ろうぜ。じゃあ私ビンゴ、やりますね。画面映した方がいいのかな、私の方も。でもパソコンゲームだから、これ画面映すって言っても。はいはい。画面がね、ない、映せないよね。いっぱいすぎて。あー、ですかね。いや、私わかんないですけど。あ、そうですね。画面いっぱいですね。ちょっと私どうしたらいいかわかんない。そう。で、これで、できて、どうだろう、これでいいのかな。じゃあ、めっちゃローディングしてる。今ね、あれしてます。ファイルの整合性チェックっていうのやってます。さっき言われたから。私もそれ、昨日やりましたね。それでいけるようになったの？いや、How to Survive は結局ダメでしたね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ、私の枠でですね、ビンゴ開催しますので、よかったら、ビンゴやりたいって方いらっしゃいましたら、参加しに来てください。7位が、全体の 20%、8位が 30%、9位が全体の 50% でメダルがもらえるように設定しましたんで、よかったら、いらっしゃいください。あれ、
焼き鳥さんのに入れないんだ。え？ん？あ、トッシーさんの放送を開いたまんまじゃ無理ですね。ビリンゴ大会を開催しますか。え、待って。トッシーさんは私の放送画面を開いても入れないんだ。私の放送画面を開いたらできますよ。あ、そういうこと。そうなんですよ。無理じゃん。いやいや、できますよ、できますよ。できるってできますよ。私の放送ミュートにして。え、なんか別のブラウザを開いてってことでしょ。あー、そういうことですね。ブラウザタグ。はい、だって画面がもういっぱいですもん。まあいいや。あ、そうですね。まあ、とりあえず、まあ、暇をね、持て余す、この、なんかこう、まだちょっと始まらないうちのこの、暇を持て余すリスナーさんがいらっしゃいましたら、よかったらビンゴ。ビンゴやりましょう。ってぐらいだもんで。手あげてください。お待ちしております。そうなんですよ。トッシーさんは、まあ、何ですか？何ですか？え？トッシーさんは、はい。え？え？何ですか？え？いや、こちらこそ何ですか？いや、何もないですけど。あ、こっちですか。何ですよ。トッシーさんはガチの、なんか、ゲーム生主さんですけど、私はどちらかっていうとビンゴ生主なんで。ビンゴ生主なんで。お前らなんか、いやー、私とトッシーさんは仲いいですよ、そりゃー。付き合ってるから。え？あ、言っちゃった。あ、どうしよう。言っちゃったんだけど。ダメだよ、みんなの前で言わない。ダメだよ、そうだよね。そうだよ。そう。内緒だって言ってた。秘密って言ってたもんね。そうだよ。ごめん。ああ、無茶な設定ですね。そんなですね。よいしょ。ちょっとじゃあ、アクトリさんの放送をしばらくお楽しみください。あ、まあ、ビンゴだけね、ビンゴだけやっていただきまして、やっていただけたら嬉しいなと思いますけど。今あれしてる、なんていうの、ミラーしてます、ミラー。え、ミラーしてるんですか？はい。あ、見てるー。ちょっと待ってね、教えてもらっちゃった。スティームが起動しないときの対処。あまり自分がなかったけど。じゃあ、ビンゴ始まりました。いやー、でも私とトッシーさんが付き合ったら、どっちがどっちだと思う？これ聞いていいのかな？え、トッシーさん生きてます？トッシーさーん！トッシーさーん！死んだ。トッシーさんが死んだ。トッシーさんが死んだ。本当だって、トッシーさん可愛いのに。そうやね。本気でトッシーさん、大丈夫？トッシーさん生きてますか？あ、ごめんなさい、なんかね。あ、よかったです。はい。あ、なんだっけ。クラッシュした、クラッシュ。あらららららら。いや、なんか今、トッシーさんと私が付き合ってるんだったら、どっちがどっちって質問したんですよ。どっちもどっちだよ。どっちもどっち。ああ、でも面白いですね、こういう質問するの。トッシーさんが嫁。何、タグがどうしたの？タグ何つけたの？タグわかんない。こ今見れないタグ。わかんない。なんだろう。何つけられてるんだろう。スタート。ああ、なんかこれ。ちょっと今ね。友達の生主さんから、はい。これをやったら治るんじゃないのっていう、お助けを教えてもらったから、はいはい。ちょっと試しにやってみます。はい、わかりました。じゃあ、まあ、気長にビンゴしています。
ほい。はい。スタート。喋りながらやっていい？ああ、どうぞどうぞ、もちろん。スタート、プログラムとファイルの検索。いや、これ Windows 8だから、スタートとかないんだけど。8! いいなぁ。検索、ああ、でもこれでいいんかな。レジディット。おー。そして、H キーローカルマシンシステム。難しそうですね。わからん。あったです。ありました。マシン、システム。ああ、よいしょ。システムカレントコントロールセット。で、コントロールセッション。セッション。セッションマネージャー。うんふん。エンバイオ。メント。ん？おー。Dワード。値が一つだけ。何それ？ってところを開いて、その中に Dワード値が一つだけ。名前は、デブマグ。グーアショウ何言ってるか分からなーい。日本語なのかこれは。そんなのないよ。ハッピーターンうまい。ああいやもうビールにはハッピーターンですよね。全然わかんない何これ。エンバイロメント。な、で。わからないよ。それを消して再起動。そんなのないよ。そんなのないよ、ね。大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。ねえ。そのビール飲みきっちゃいますよ。他にもクライアント書き換えるとか。ないんだけど。ないですかね。やっぱりそうですよね。なんか私のまま How to Survive なんかそんな感じになっちゃってもう二度と起動しなくなっちゃったんで。ねえ。結構。レジファイルって何だ？そう、今日はクリアサヒじゃないんですよ。オリオンビールの麦職人です。オリオンビールって何？あの、沖縄系の。あ、沖縄のやつ。そうです、沖縄土産今飲んでるんです。へぇー。ちょうだい。もう、これで最後なんです。そうなのか。そうなんです。美味しい、なんかすっきりして美味しいですよ、沖縄のビールは。へぇー。すごくなんか癖が強そうじゃないなんかその、はいはいはい。なんだっけ。なんか中国のビールとかも癖が強いでしょ。あー、いやでもオリオンはすごいあっさりしてますね。なんだっけ、あの、青島って書いてなんて読むんだっけ。青島なんて読むんだっけ。青島な、なのですが、ビールの名前ですか？あ、そう、チンタオ、チンタオ。チンタオ、へぇー。チンタオビールとかあるでしょ。へぇー。そうそうそう、よく知ってるね。歳酔うと面白いもんな、面白くないよ、普通だよね。歳さんは攻めってなんだよ、コメント、なんだそのコメントは。さっき私たち付き合ってるって言うからですよ。私攻め。あ、
ビンゴした、ありがとうございます。しかも一番美味しいところでビンゴしました。ありがとうございます。皆さん、いや、どうもありがとうございます。本当にね、こんなメダルいただいちゃってありがとうございます。皆さんの、これダメだな。皆さんのメダルいただいちゃってすいません、ありがとうございます。本当に美味しい。白鯛さん、ビンゴ強すぎじゃない？私めっちゃビンゴ強いんですよ。私ビンゴ全然ビンゴしないんだけど、もう全然ビンゴしないからビンゴじゃないんだけど。いかに、ただのね、ただの寄付になってるんだけど。え、まあ、それも。ちょ、マジで。え、ちょっと一回やってみましょう、また。そう、うちに遊びに来た時、じゃあトッシーさんが、わーってコメントしたら、あ、じゃあビンゴしようって言うんで。マジで。今度やりましょう、じゃあ、うちで。たけたけさん、ゲストさん、ひるさん、ケングラードさん、てるさん、これなんて名前読むかわからない人さん、ウニオさん、ピンキチさん、サドウさん、ゴボテンさんまでザマーでした。ワイさん、村人さん、岩野さん、ウルワシさん、アリスナイヤさん、やたこさん、全く米見られてない。さん、さん、しらぬいさん、サンサンさん、オオカミさん。言いたい放題は最高だぜ。じゃあ、もうコメント見てるよ。読んでないだけに決まってるだろうが。なんだかねってみんな誰が来てるとか、人がチェックしてるからね、ノートに書いて。そう、もう溜め込んで、もう。もうそのうち爆発しちゃうんだから。え？じゃあもう一戦やりますんで、よかったら、トッシーさんのコミュニティの方も、お暇な方がいらっしゃいましたら、よかったら参加してきてください。マイコンピューターを右クリック。マイコンピューターってどれ？なくない？いや、ある。なくない？なくない？さあ。ちょっと待って。これかな。ネットね、だって、やっぱり違うよ、これ。システムの詳細設定、そんなのないし。マイシューターがないらしいね。ちょっとわかる方、同時の放送に行ってもらって。違うんだって、Windows 7。トシーさんの枠でわからない方はうちでビンゴしましょう。それでいい感じですよね、多分。わかる方はトシーさんで。わからない方はうちでビンゴしましょう。どうですか？ Windows 7だから、7じゃないから、これ。Windows 8だから。でも8で、なんか。全然違うでしょ。8で何の操作方法解決しようっていうのなかなかないですよね。そうだよ。こっちおらなるで、マジで。ちょっと違うんだもん。勝手が違うんだって。そう。個人設定、デスクトップアイコンの変更。そんなのないよ。そんなのないから、8は。個人設定、あった。デスクトップアイコンの変更。いや、それ出てるから、それ。それ出てますよ。コンピューターってやつでしょ。いや、でも、右クリックしてシステムのプロパティの詳細タブ、なんじゃそら。左側のシステム詳細設定、なんじゃそりゃ。左側のシステム詳細設定ってなんだよ。Windows 7の OS 買ってきた方が早いなっていう意見がこっち出てますね。うわぁ。オンボードではほぼ動かない。いや、オンボードじゃないから。環境動作チェック。ちょっと待って、私こういうこと言った後のトッシーさんの、トッシーさんの放送の人たちの、あの反応が知りたい。ちょっと見に行く。ね、うわ、くっさーぐらいだよ。ちょっと見よう。ちょっと見よう。あ、やばい、これ、ダブルなっちゃう。今。あ、やばい、これ。アリスさんが貼っ
ってくれたんだけど。うわ、くっさ。ひ結構ある。ひ結構ある。やったー。絶対動くんだけどな、環境的に。あ、でも8が書いてないし、製品版が出たら作成します。Windows 7 Ultimate。Windows 8が載ってないぞ。そもそも動かないんじゃないか。もしかして。ちょっと待ってください。待って。L4D が、L4D がそもそも8じゃ動かない。っていう。のかなぁ。いや、まさか。いや、まさか。レフトフォーデッド PC？ レフトフォーデッド PC ってなんだ？HIJKL LO。 あー！今は、あれです。トシさんがうまくレフトフォーデッド起動できなくて、まあ、トシさんが、宿泊してる、私がビンゴをして待ってるっていう状況です。L4D2 は Windows 8起動するとは書いてあるけど、L4D は何も書いてないんだよ、だそうですよ。え？ L4D8 では動かないゲームもある？やっぱ古いゲームだから、動かないんじゃない？ 8 で。L4D は動かない。構成的に。あ、でも L4D1 も2も Windows 8.1 で起動するよって言ってる。うーん。じゃあ、動くんですやんか。うん、動くんですやんか。動くんですやんね。動きますね。動きますやんか。動きますね、それは。動きますよ。何これ、何これ、もう。これ、L ってどうしたらええ？この枠でちょっと始められなかったら、ここで一度終わるか。終わる方がいいよね。ちょっと時間を空けてやるか。の感じになりますかね。ダウンロードシンプルアンドセーフアプリケーション実装。グラゼフでもいいですけど。おぉ。ちょっいや、でもおっしゃいますよ。トッシーさん、私よりパソコン詳しいから。詳しくないじゃん、全然。いや、でもだって、いくつ助けてもらったと思うんですけど、トッシーさんに。銀座バグの件とかもトッシーさんに助けてもらわなかったら、私もうずっとバグってましたもん。ね。銀座バグ。はい。何それ。うえなんだそれは。なんか、延長できる時間であっても。あ、延長バグか。そう、30分ごとに切れちゃうみたいなあったんじゃないですか。そういうのもありましたね。トッシーさん座ったんですよ、何もかも。今何分？うわ、あと6分しかないんだけど。あと6分でなんとかできなかったら、ちょっと一回おしまいですね。ごめんなさい。とんでもないですよ。でもリスナーさんもこれはこれで、しばかれる。これでお楽しみなんじゃないですか。どうですか？ね。あとで。これはこれで。しばかれるんだよ。ね、トッシーさんの声が聞けて、私の声も聞けて、私のゲップも聞けて。いや、ほんと動かないんだけど、これどうしよう。うん。ローカルのゲームコンテンツを削除で、一回削除したらいいのかな。あ、じゃあ、トッシーさんのちょっとコミュニティをもう一回貼っとこう。トッシーさんのコミュニティはね、こちらになりますんで、
なんか、あの、もう、スチーム詳しいよって方いらっしゃいましたら、よかったら、ちょっと、打ってください。よいしょ。よいしょ。L4D ってど、ねえ、ちょ、聞いて、初めての私、ゾンビを倒すゲームだよ、L4D って。もうねえ、もう、ねえ。もう私ったら、牛も殺さない人じゃないですか。そうなの？うん。もう一回インストールしてみますね。はい。そうなんですよ。もう私じゃもう、あ、リーレットはいましたね。キャーっていう敵は出て、何回か。でもあれも嫌いだったもん。リーレット？そう、あの、ゼルダの伝説で作るんですよ。なんか、リーデットっていう敵がいて、キャーって言いながら抱きついてきて、あの、主人公の性器を吸うっていう。ゼルダ？あ、そうです。ゼルダの伝説です。へぇー。そういうのは、まあ、伝説そう。基本的にでも、私あれでも虫も殺さない生主なんで、なんか初めてのゾンビ系ですからね。まあ、ちょっとドキドキしてたんですけど。うん。いやー。早くゾンビぶっ殺ちゃんしたい。早くぶっ殺ちゃんしたい。もう、ぐっちゃぐちゃにしたい。もう、ぐっちゃぐちゃの。ぐっちゃぐちゃの、もう。で、ゾンビって生きてた頃は人間じゃないですか。違うよ。ゾンビって、はゾンビで生まれてきたんだよ。ゾンビは生まれたことからゾンビなんですか？もう。いや、ゲームの中では。ああ、そうなんですか？え、わかんないです。あ、さん、声つくないでくださいとか言われてるんだけど。そう。怖い。ゾンビ怖い。え、ゾンビどこが怖いの？ゾンビ怖ーい。だってゾンビは、はい、何をしても怒らないんだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。もうだって頭をね、吹っ飛ばそうが、四肢切断しようが。怖い。ねえ、チェーンソーでビャーってやろうが。怖い。もう喜んで死んでいくんだから、もうこれほど楽しいことはないよ。ちょっとビンゴの結果言いますね。マリさん、ウニオさん、ケングラーさん、ジャミールさん、ラグナロカ、アワモリさん、シュニーさん、ユシさん、キャシャーコロネさん、ハッピーさん、オオカミさん、アツトさん、うん、これ読めないね。エンパクさんかな。マジザマーさん、サシャンさん、ラップさん、キクラゲさん、ゴボテンさん、サトさん、ハルさん、おめでとうございました。何のコラボ？みんな、いらっしゃい。レフトフォーデッドをね、一緒にやろうって言ってたんですけど、あ、時間的にじゃこれさ、ね、最後です。みんないらっしゃい。ビンゴ付き合ってくださった方々ありがとうございました。ドクトリさん優しいね。いやーもう優しさの塊ですもん言うて、私。そうだね。はい。だからゾンビなんて殺せなーい。本当は殺したくてうつうつしてるんでしょう。一緒にしないでください。一緒にしないでくださいじゃないよ。アクトリ優しいから、虫も殺せません。間に合わなかったね。ごめんね。いえ、とんでもないです。とんでもないです。また、いい感じにできそうになったらやるっていうことで、いいですかね。はい。ありがとうございました。あとすぐかもしれないし、ひょっとしたら一週間後かもしれないので、皆様気長に。そうです。はい。皆さんよかったら気長に。そうですよ。はい。じゃあ、なんかよくわからないコラボ枠になってすいませんでした。じゃあまた遊びに来て。今これです。あれ。また遊びに来てください。来てください。お疲れ様でした。バイバーイ。お疲れ様でした。またねー。おやすみなさーい。夢で会いましょう。